今週からは BMW の K1300S をお届けします、はいはい、BMW といえば伝統の水平対向ボクサーツイン。でもその BMW に4気筒エンジンを積んだスポーツバイクがあるのをご存知でしたか？ボクサーが R で始まるシリーズなのに対し、4気筒モデルは K シリーズと呼ばれ、今回ご紹介する K1300S はその頂点に君臨するパフォーマンスバイク。超強力なハイパワーと BMW ならではの安全や快適性が込められた、まさに大人向けといえる仕様に注目です。実はね、 BMW って今ね、ご存知のように車のメーカーとしてね、ドイツでいうとベンツとかアウディとか並んで、どっちかともシェアでいうとトップ争いですよね。1位2位のところにメーカー、大きなメーカーになりました。でもルーツはオートバイ。そうなんです。もともと飛行機のエンジンメーカーだった BMW はバイクの製造をルーツに車体メーカーとしての礎を築いていったのです。その BMW のバイクといえば、なんといってもボクサーエンジン。しかしこの個性的なボクサーエンジンも、排ガス規制や水冷4気筒の高性能な日本車の台頭を理由に、一時製造継続が危ぶまれていたことがあったのです。そこでその危機を乗り切るべく、ボクサーエンジンの代替えを見越し、新たに開発されたのが K100 に搭載された水冷4気筒の縦置きエンジン。BMW はこの4気筒エンジンをボクサーに代わる新たな主力にしようと考えていたのです。しかし製造をやめる予定だったにもかかわらず、ボクサーエンジンの人気は依然として衰えなかったのです。そして新たに登場した4気筒のファンも着実に定着。ボクサーエンジンに加え4気筒にも可能性を見出した BMW は、初めての横置き4気筒エンジンを発表したのです。でもね、じゃあそうやってこういうエンジン作りをすると、まるで日本車のようじゃないと、どこが違うの、なんか BMW の独自性がないよねと、これがどっかに似てきたるものなんですよ。これはエンジンがね、ここがクランクシャフトなんです。分かるかな、これ。普通エンジンってこの辺にクランクシャフトがあって、この辺にシリンダーがあるでしょ。ここはクランクシャフト。こんな下にある。すごい下ですよね。そう。なんでこんなことができるか。ドライサンプといって、エンジンオイルが普通オイルパンといってエンジンの下にこう箱がついていて、フィンもついていて、そこにエンジンオイルがあるでしょ。一般的なバイクはエンジンの下にオイルパンがある構造です。しかし、これはこれがオイルタンク。こんなところに。そう。いるんですね。こっちに持っていてポンプで潤滑して、でその下に溜めない、だからそのオイルパンがないから、その分エンジンが下げられる。ドライサンプの採用によりエンジンを下に下ろし低重心を実現。 BMW は F1 で培ったこの技術をバイクにも取り入れているのです。低重心、そうだからそれで、高速でも軽くて、安定性があって、という全然違う BM らしさ、本来の BM ボクサーなんかで狙ってる、他のオートバイとね、ボクサーもそうですね、ここにシリンダーが出てるから、あれより上に重いもの何にもないわけだよね。全然エンジンの作り違うんですよ。違うんですね。日本車とは全く異なる低重心な4気筒。しかしやはり気になるのは、そのエンジンから繰り出されるスピード。ネモケンもかつて旧モデルの K1200S が発表された時、ドイツまで試乗会に出かけ、このエンジンのポテンシャルの高さに舌を巻いたことがあるようです。アウトバーン速度制限ないの知ってます？そうです。ないんですよ。ないですよね。ですぐインターチェンジだったの、乗ってで、まあコース指定されてたんだけど、そっち方向行くともう空いてる方見えへんから、どんどんこうが行っちゃう。でそこでバーンバーンと加速しながら、6速入れてみて、打ってみたら250キロ、まあ100キロまで6秒とぐらいで走っちゃう。そんなもんで6秒でいっちゃうんですよ。で250キロから開けると、まるで100キロの中間加速みたいに250キロから体がグーッとなるわけ。なんだこれエンジンとか思って、でまあせっかくだから前が開いてたんでカチンってやって、カチンってちょっとあんまり風圧がすごいんでちょっとこう顔を入れてペッと見たらもう300のメモリをもしかして超えていて、私の目視に言うと310は超えてた。超えてました。楽々超えてた。すごすぎます。というやんちゃどこの騒ぎじゃないというですね。でしたね。やんちゃじゃないですね。もうだけに実はね、また来週お話しますけど、すごい安全装備。安全な。そう、心はやんちゃ、でも体は大人で反射神経遅くなってるおじさん向けの装備がいっぱいついております。なるほど、素敵ですね。はい。